これから順の3番の解説を始めていきます。でまず、まあ、適当にまあ図を描いたんですけれども、まあ、一般的な定理ですので、まあ、今回はとりあえず、領域 D は、X が A から B まで、で Y が、Y イコール HX と Y イコール GX に挟まれたものとして考えていきます。で、ここで、まあ、今回はとりあえず、まあ、X 軸の周りに回転させることを考えようかと思うんですけども、この場合、まあ、一般的に、まあ、体積はどう求められるかと言いますと、このように、まあ、まあ円を回転させるようなイメージで、ここの領域を回転させたものからここの領域を回転させたものを引くと、ここ、まあ、この領域を X 軸に回転させた時の体積が求まりますので、式はこのようになります。でこれを少し、整理しますと、一緒にまとめてあげて、HX の2乗マイナス GX の2乗を積分したものになります。でここから重積分の形に直していこうと思うのですが、まあ、ちょっとここで工夫が必要になっていきます。ちょっと裏返します。もともと裏にも書いてありましたが、もともとこのような式だったのですが、このように積分をして代入する前の形はこのような形になると思います。
でこれを、またさらに1段階前の形に戻してあげますと、2は余積分して y の2乗になればいいので、逆の微分をしてあげると 2y になります。なので、まとめるとこのような形になります。で、これをまたさらに一般的に見慣れた中積分の形に直してあげますと、ちょっと今図は裏側にあるのですが、形は領域 D で Y の重積分を行ったものという形に表すことができます。ちょっともう一度裏側に戻します。とりあえず回転 X 軸の周りに回転させた時の体積はとりあえずこのようなちょっと綺麗な形になったと思います。でそれでここでちょっとこちらの図なんですが、こちらの図でちょっと X 軸に回転させることを考えていますので、とりあえずちょっとここの長さを書くことができると思います。でこれを y の重積分について解いてありますと、
1の重積分という形に直すことができます。でこの式をこの最初の体積で表した式に代入をしてあげますと、結果として体積は形に書くことができると思います。でここの 2πr というのは、まあ、ここの半径の r を x 軸の周りに1回転させた結果の、まあ、その円周の長さにあたりまして、でこの1の重積分はここの領域 D の面積そのものですので、結果として体積は断面の重心の移動距離かける断面積という形に表すことができます。で、まあ、このことから一般的にパップス・ギュルダンの定理は成り立つということが証明されました。これで10の3番の解説を終わります。